はいどうもドイスです。今回もアンダーテール続きやっていきたいと思います。ですね、前回アンダインをまあ倒したというか、アンダインから逃げたというか、まあそんな感じで進んできたわけなんですが、ラボこちらの方に入って進めていきたいと思います。暗いですね。あとちょっと今懸念がありましてですね、最近パソコンの調子が悪くて、一部のキーが長押ししないと動作してくれなかったりするんですよね。主に1と Z と Shift。まあ、アンダーテールで使うっていうことはほとんどないでしょうけど、まあ、ちょっとね、気になるところではあります。さあ、自動追尾式カメラで撮られてるっぽい感じ。押される、登れねえ。これは自分？さあ一体何が起こっているのか。暗くてよく見えない。お、嘘、もう来ちゃったの。お風呂入ってないし、服も適当だし、掃除してないし、誰でしょう。はじめまして。私はアルフィ・アズゴア様直属の研究員だよ。でもね、違うの、私は悪者じゃなくて、実はあなたが遺跡を出てからずっと画面越しにあなたを観察してたの。ストーカーかな。熱いバトル、熱い友情、全部見てたよ。そんなの繰り広げてたっけ。本当はあなたを止めるのが仕事だったんだけど、画面の中の人ってつい応援したくなっちゃうでしょ。わかる。だからその協力してあげることにしたの。任せて、私ホットランドのことなら何でも知ってるから。アズゴアのお城への行き方ももちろん知ってるよ。ただその一つだけ問題があって。ずいぶん前にね、メタトンっていうロボットを作ったの。もともとはエンタメロボットにするつもりだったんだ。ロボットアイドルみたいな。そうね、初音ミク的なの想像しちゃうよね。でももっと使いやすくするために最近改造して実用的な機能を少しだけ追加したの。例えばその対人間バトル機能とか。実用、まあ人間落ちてくるって言ってたからね。人間の魂必要だもんね、モンスターは。もちろんあなたが来るのを見て、私すぐにそんな機能を解除しようとしたよ。ただその時ちょっとだけ失敗しちゃって。大体ね、一つだけ問題があってとか、ちょっとだけ失敗しちゃったみたいなね。これが結構重大なことにつながってくるわけですよ、 RPG はね。メタトンはその人間の血に飢えた殺人マシンになっちゃったんだ。でもばったり出くわさなきゃ大丈夫だよね。まあそうなるな。今の音は？嘘でしょ。おー、イエス。ウェルカムエビバデ。さあ始まりました今夜のクイズショー。オープニングからじゃんじゃん飛ばしてくよ。それでは早速お迎えしましょう。今夜の素敵な回答者です。君は初登場かな。大丈夫、とっても簡単だからね。覚えておくべきルールは一つ、必ず正解を答えること。ほう、間違えたら死んでもらいます。いやバッタリ出くわさなきゃ大丈夫とはよく言ったもんだが。メタトン、
いきなり始まりましたがメタトン戦、アタック30ディフェンス255 金属製のボディ、攻撃しても効果はない。まずはサービス問題から。クイズに正解すると何をもらえる？お、見えますかね、あの後ろでアルフィー博士が答えを出してくれてるんですね。まあ攻撃しても効果はないらしいんですが、一回はやってみたいよね。うん、では商品をどうぞ。王様のフルネームは？これどっかで聞きましたけど、今までの情報を集めればこれですよね。アズボアドリーマー。まあこれは叫んでみようか。大声を出すのはルビーハンだ。君の話ばかりじゃなんだから、そろそろ僕の話でも。ロボットは何でできている？ああ、金属と魔力なんだね。ちょっと簡単すぎたかな。ちょっとある程度迷ったふりしてみるとかね、必要かなって。逃がしたっては意味はないか。サービス問題だ。もう読む気すら失せるよね。アルフィー博士計算早え。でも栄えある優勝はそう簡単に勝ち取れない。瓶の中にハエは何匹いる？見えねえ。ハエ。ハエんだよな、アルフィー博士。まあ分析したところで意味はないけれど。次は記憶力のテストです。このモンスターは何でしょう？いや、フロギーなんだけどね。D って書いてんだよな。フロギーの絵柄が腹にあるメタトンか。それはずるいな。じゃあこれには答えられるかな。あなたはお化けにチューしますか？あ？まあどれでもって感じ。まあただ今の問題案外伏線かもしれないね。ではズバリ聞きます。次の言葉は何文字ですか？早いな。アルフィー博士早いんだよな。次はちょっと難しいぞ。恋愛シミュレーション、キスキスキューキーミューミュー日の広い。チャプター4でミューミューがみんなに癒す。でも片づまりのボールのあのシーンの友情の大切さを描いて。あれあれ、困るなアルフィー。ひょっとして答えを教えてる？なんだ、そういうことなら。こんな問題はどうかな。君には簡単に答えられるはずだ。ドクターアルフィーが密かに思いを寄せている相手は、私と言いたいところだけど、案外アズゴアだったりしてね。僕みたいなエンタメロボットにバトル機能をつけたのはなぜか。もちろんアズゴアドリーマー様を喜ばせるためだ。アルフィーが彼をドリーマー様と呼ぶとき、そこには憧れの感情が込められているのさ。あの力強い腕、艶を帯びたひげ、武器を作る仕事に携わる者は自然とたくましい男に惹かれるものさ。武器を作る、まあバトル機能作れるぐらいだからそんな感じなのかな。これはもう仕方のないことだね。まったく、アルフィーが答えを教えちゃうんじゃやらせになっちゃうじゃない。はいはい、カメラ止めて。でも大丈夫、みんな心配しないで。今日は試験放送だからね。次回はもっとドラマチックに、ロマンス要素満載で、バイオレンスてんこ盛りでお届けします。バイオレンスはいらねえな。それでは皆さんごきげんよう。このラボ天井あるよね。はあ、びっくりしたね。確かにね。さあさあさあ、最後の問題は、あれは何かの間違いだよ。あら、そう。壁の裏には幅1メートルほどの狭いスペースがある。穴が開いてないってことは、初めからここに隠れてたってことなんかな。トイレのマークだ。トイレには入れないのか。待って、私の電話番号を教えとくね。そうそう、そしたら何か困った時も電話で。
か。え、何そのガラケー、どこで買ったの、化石。これじゃあメールもできないよ。ちょっと待ってて。すげえ音がした。はい、アップグレードしてあげたよ。ガラケーをメールもアイテムボックスも使えるし、キーホルダーもつけたし、ついでにこの世界で人気の SNS にも登録しといたからね。あれか、ショップ店員が親切でやっちゃうやつみたいな。これで私たちリアルに友達だね。へへへへへへ。どうした？どうした？ちょっとお手洗いてくる。あ、そう。足が見えてんだよな。ドアの向こうで黄色い足がジタバタしている。お、ジタバタが止まったぞ。まあいっか。まあせっかく人目がないから物色しようかな。袋入りのドッグフードが半分くらい入っている。冷蔵庫の中には大量のインスタント麺とソーダが入っている。お、やったぜ、インスタント麺だ。インスタント麺 HP 回復、食べたい時にすぐ食べられるお手軽ヌードル。回復量が書いてね。猫耳がついた人間の女の子のフィギュア、古くてボロボロだ。あー、いや、さっきタイトル見えなかったけど、あのアニメ、まあアルフィー博士は好きだってことだね。スノーフルのパズルの一つをコントロールしているようだ。あー、じゃああのやつはあれか、名前忘れちゃった。パピルスが、これはランダム生成されるぞって言ってたパズル。あれはアルフィー博士がわざと一本道にして通してくれたってことなんだね。そう、こういうところをちょっと見たいんだよね。科学の専門書だ。すっかり誇りをかぶっている。すべての本に人間の歴史とラベルが貼ってある。本を開いてみた。巨大なロボットが美しいエイリアンのプリンセスと戦う漫画だ。どう見ても史実とは異なる。お、いろいろなアニメの VHS と DVD だ。 VHS わかる人まだいるかな。さすがにそれはあれかな、心配しすぎかな。全部のラベルに人間の歴史と書いてある。はいはい。すべての本に人間の歴史とラベルが貼ってある。本を開いてみた。漫画本だ。露出度の高い服を着た2人のシェフがエネルギーパンケーキを投げ合っている。はあはあ、すげえ作品だな。はいはい。こちらは、醜いアンドロイドがトーストを加えて学校へと急いでいる。遅刻しそうなようだ。はいはいはい。なんだこれは。ピンクのドロドロした物質が滴り落ちている。一体何をやっているんだ。あ、これはちょっと可愛いね。アルフィーの作業机のようだ。塵にまみれている。作業机の向かいに推しのポスターを貼るっていうのはどうなんでしょうね。額に入ってるから、まあポスター自体は汚れないのかもしれないけど。汚れたハフィーがたくさんと清潔なワンピースが一着入っている。ほん、おしゃれ着みたいな。いろいろなモンスターからの手紙だ。フロギー、ライちゃん、ワンボー。どれも封を開けた形跡はない。うん、この手紙は覚えといて損はないです。ピンクの魚のイラストがついたランプだ。電球はついていない。飾りか。素晴らしい発明品。このベッドは使っていないときは箱型になり、絵に描くのがすごく簡単だ。ここで寝泊まりしてるけど、あれか、作者の作画コストの削減みたいな。なんなら立方体じゃなくて、魔法の絨毯的な平面にしちゃえばもっと楽なのにね。メタとの新番組のプロモーション用ポスターだ。はいはい。僕の夢を叶えてくれてありがとうと書いてある。まあこれも覚えといて損はないですかね。僕の夢を叶えてくれてありがとうか。じゃあまあラボ探索は確かこの辺で終わりっていうか、もうこっから先はホットランドなんだよなって。アルフィが近況を更新しました。アンダインと人間のバトル見るの忘れてた。
あ、そうそう。改造してもらったので、ここから異次元ボックスにいつでもアクセスできるようになります。便利ですね。うん。で、ボックスもう一つ使えます。だからアイテム容量が実質増えたってことになりますね。いや、どうも。そういえば、あれだ。電話してなかった。ホットランドのことは自分の手ぐらい知り尽くしてるぞ。俺様はいつも手袋をしてるから、自分の手のことは何もわからないんだ。うまい例えだな。座布団1枚。そういえばここで聞くの忘れてた。ラボ、兄ちゃんが見たら大喜びだ。兄ちゃん SF が大好きだから、特に現実の SF には目がないんだ。現実のサイエンスフィクションとは何か。フィクションではなくサイエンスではないのか。まあいいや。っていうか、ここ戻ってまた来たらまた近況が更新されてんな。でもアンダインは無敵だし、後で話聞こうと。逃げたんだよな俺。鳥は人間に電話して道案内しようと。ああ、SNS に投稿してんのかな、これは。セーブポイントねえかな。次のセーブポイントまでは行きたいなって思ってるんですが。おう、火山ちゃんがフラッと現れた。はあ、火山ちゃんね。火山ちゃん、アタック25、ディフェンス0、自分の溶岩に癒しの力があると思っている。やべえ、こいつ無自覚に殺しに来るタイプだ。スピードが上がれば避けやすいでしょう。怖っ。あ、いって。うわ、微妙にずらしてくんだ。火山ちゃんは煙で輪っかを作りジャンプしてくぐった。あー、楽しそう。ただ、こいつはどうすればいいんだ。励ます。火山ちゃんを褒めた。火山ちゃんのうおー、頑張るぞ。やだやだ、やめて、やめてこないで。いやー、どうすっかな。お、逃がせる、よかった。激しい攻撃を一回避ければとりあえずは OK ってことか。いやー、無駄にダメージ食らいたくないんだよな。もうちょっとしたら電話しようと。ああ、これね、わかるわかる。電話しようと思ってなかなかできないやつね。わかるわかる。これも特に探索要素はなさそうなのでガンガン進んでっちゃいますけど。セーブポイントだ。吹き出す蒸気と歯車の音を聞いて決意がみなぎった。どうしようかな。今回話ばっかりでしたけど、まあ大イベントを一つ乗り越えてるんでここまでにしましょう。次回はまあアルフィーの手助けを得られるということでしたが、ホットランドの方を進んでいきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼します。